さあ今日の金曜ハミングメッセージテーマはあなたのやる気スイッチはということなんですけれども、こんなメッセージもいただきました。やる気スイッチ、自分にはやる気スイッチってありませんね、中目黒の黒助さんですね。やる気を出すことよりもまあいいかと半ば投げやりにならないようにすることに気をつけています。日々コツコツとマイペースにやることがモットーみたいなところがありますからね。まあ、強いて言えば春先と秋口、そしてクリスマス近くに大好きなハワイへ行くために日々我慢なのです。ですからやる気を出すということまずないんですよね。日々コツコツと淡々と仕事や日常を過ごすことって実は大変なことかもしれません。まあ確かにね、コツコツっていうのがやっぱり結構大事なことなんだけど大変だったりしますよね。メッセージありがとうございました。さあこの後は相模原インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは。古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、この後7時まで生放送でお送りします。さあ、それではまずここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、東京料金所で4キロの渋滞。中央自動車道は上り方面へ向かう車、調布付近で5キロの渋滞です。その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、静新で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で1キロ。反対、八王子方面へ向かう車は東名入り口の手前で、事故が起きた影響で6キロの渋滞。その他相模大野で1キロ、大野台で1キロ、橋本五差路でも1キロずつの渋滞となっています。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で2キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、相原で2キロ、朝日町で3キロ、金森で2キロ。反対、相原方面へ向かう車は佐塚で2キロ、時和で1キロ、相原で1キロの渋滞です。県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、中央林間で1キロ。反対、相模原方面へ向かう車は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。鶴川街道課題入り口では鶴川方面へ向かう車が1キロ、反対、相模原方面へ向かう車が2キロの渋滞です。漁港道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、相模大野で1キロ。反対、厚木方面へ向かう車は町田で1キロ、小田急相模原で2キロ、総武台前で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、大沼で1キロの渋滞。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原には大雨洪水雷注意報が出ています。今夜遅くまで急な強い雨や落雷に、また明け方までは洪水浸水にもご注意ください。相模原の今夜は曇りで夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 50% となっています。続いて相模原の明日は曇りで明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 50%、 午前中は 40%、 お昼から夜までは 20% となっています。明日朝の予想最低気温は23度、明日日中の最高気温は30度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報は6時15分ごろお伝えします。
さあ6時台はリクエスト曲からお届けしましょう。2曲続けてお送りするんですが、まず1曲目は高浜翔二さんからいただいたリクエスト、やる気が出る曲という曲でね、リクエストくださいました。チューブで、あー夏休み。続けてサーキットのおかみさんからリクエストいただきました、岩崎よしみでタッチ。2曲続けてどうぞ。一人に戻ったと、花
時刻は6時15分になりました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、東京料金所で2キロの渋滞。中央自動車道は上り方面へ向かう車、調布付近で9キロの渋滞です。その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で2キロ、静清で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で1キロ。反対、八王子方面へ向かう車は東名入り口で事故の東名入り口の手前で事故の影響で6キロの渋滞。その他宇野森でも1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車、目黒で2キロの渋滞。国道246号線渋谷方面へ向かう車、下今泉で3キロの渋滞です。続いて国道129号線厚木方面へ向かう車、関口で2キロの渋滞。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で3キロ、金森で2キロ。反対、相原方面は金森で3キロ、時和で1キロ、相原でも1キロの渋滞です。県道様大和線小松原では両方向とも1キロずつの渋滞。鶴川街道金井入り口では鶴川方面へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞です。漁港道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、相模大野で1キロ。反対、厚木方面は町田で1キロ、総武台団地入り口で1キロ、総武台前で1キロの渋滞です。北里通り国道16号方面へ向かう車、大沼で1キロの渋滞。村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘の手前で1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。ここで一曲お届けします。雪中庵さんからリクエストいただきました。私古谷香織でノーレインノーレインボー。
送りした曲は雪中庵さんからリクエストいただきました。私古谷香織でノーレインノーレインボーでした。さあ続けてもう一曲お届けしましょう。毎週水曜日の深夜24時からお送りしているミッドナイトギフトのパーソナリティ、ヨスロマンティックさんの新曲です。ヨスロマンティックで噛み締めよう。いつの間にかこの日々が当たり前になってしまわないように、君がいる幸せを忘れないよう噛み締めよう。年を取って新鮮な気持ちが少しずつ薄れても、噛めばまだまだ味が出る、そんな二人になっていこうな。いつからだろう当たり前に君がそばにいるようになって、初めは新鮮だった気持ちにちょっとだけ慣れて、手をつなぐのが照れくさい、キスの回数も減って、おいおいちょっとそれってもしかしてマンネリでやつ。気がつけば君の知らない僕と僕の知らない君が増えて、次第にすれ違っていく二人、いつかの誓いはどこに。でも今更だけど気づいたんだ、君がいることの大切さ、少し離れまた再確認、やっぱこの日々が大事。いつの間にかこの日々が当たり前になってしまわないように、君がいる幸せを忘れないよう噛み締めよう。年を取って新鮮な気持ちが少しずつ薄れても、噛めばまだまだ味が出る、そんな二人になっていこうな。いつからだろう髪型を変えたことも気づかなくなって、あの頃の当たり前が当たり前じゃなくなってる。心にもない一言がきっと君をまた傷つけた。距離が縮まればその分もちろん衝突も増える。涙を流す君とそれを見て涙を流す僕、やるせないんだ本当はすごく、そしてまた君を流す。でも遅すぎるけど気づいたんだ、君だから言いたいこと言えるんだ。喧嘩するほど仲がいい、やっぱ君しかいない。いつの間にか会話もなくお互いに関心がなくなって、冷めた夫婦になるよりも今言いたいこと言い合おう。年を取ってあの頃は二人若かったって笑い合う、縁側でそっと手をつなぐ、そんな二人になっていこうな。同じ時間を過ごして同じ道を歩んでゆく、君とならできそうな気がする。すれ違い乗り越えて、涙の日乗り越えてゆく、君とじゃなきゃきっとできない。いつの間にかこの日々が当たり前になってしまわないように、君がいる幸せを忘れないよう噛み締めよう。年を取って新鮮な気持ちが少しずつ薄れても、噛めばまだまだ味が出る、そんな二人になっていこうな。いつの間にかこの日々が当たり前になってしまわないように、君がいる幸せを忘れないよう噛み締めよう。年を取って新鮮な気持ちが少しずつ薄れても、噛めばまだまだ味が出る、そんな二人になっていこうな。お送りした曲はヨスロマンティックで噛み締めようでした。
さあ今日の金曜ハミングメッセージテーマはあなたのやる気スイッチはというテーマですね、メッセージいただいています。ご紹介しましょう。安信さんからいただきました。やる気スイッチは自分の頭の斜め上1メートルくらい、押せそうでいて絶対手が届かないそんなところにあるようです。うん、自分では押せないそのスイッチが入るのはどんな時か、つらつら考えてみたところ身近な人の言動であるような気がします。自分よりずっと丁寧に仕事の細部をチェックする同僚の姿、自分のアドバイスをとても喜んでくれる後輩の笑顔、外で偶然見かけた仕事中の父の横顔、おしゃべりが苦手で井戸端会議には参加しないけどお年寄りの愚痴、話にはじっと付き合っていた母。自分では押せないスイッチではあるけれど、ロックは解除しておいていつでもオンにできる状態でいたいなと思います。確かに自分がどうするとかっていうことよりも他のね、身近な人たちの言葉だったり動きだったりとか、そういったところでスイッチが入るっていうこともありますね。こうやってメッセージ紹介してなるほどなるほどとすごい思ってしまいました。安信さん、メッセージありがとうございます。さあまだたくさんいただいているメッセージは6時台の後半でご紹介します。 CM の後は交通情報と天気予報をお伝えします。時刻は6時30分30秒を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道上り方面へ向かう車、調布付近で7キロの渋滞、その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で2キロ、大野台で1キロ、東名入り口で両方向とも2キロずつ、その他八王子方面へ向かう車、宇野森で1キロの渋滞です。八王子街道、横浜中心部へ向かう車、目黒で断続的に2キロの渋滞、国道246号線、渋谷方面へ向かう車、妻田伝田で1キロの渋滞、国道129号線、八王子方面へ向かう車、橋本五差路で1キロ、厚木方面は山際で1キロ、関口で2キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、町田市役所前で1キロ、金森で2キロ、反対相原方面は佐塚で1キロ、時場で2キロの渋滞です。県道座間大和線、横浜中心部へ向かう車、小松原で1キロ、中央林間で1キロ、反対相模原方面は小松原で1キロの渋滞です。鶴川街道、金井入り口では鶴川方面へ向かう車が3キロ、相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞です。行幸道路、
厚木方面へ向かう車、小田急相模原で2キロ、総武台前で1キロの渋滞。北里通り、国道16号方面へ向かう車、大沼で1キロの渋滞。村富線、矢部方面へ向かう車、星ヶ丘の手前で1キロの渋滞です。おしまいに、県道相模原、相川線、横山方面へ向かう車、上田名で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、相模原には大雨洪水雷注意報が出ています。今夜遅くまで急な強い雨や落雷に、また明け方まで洪水浸水にもご注意ください。相模原の今夜は曇りで、夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 50% となっています。続いて相模原の明日は曇りで、明け方まで雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 50%、 午前中は 40%、 お昼から夜までは 20% となっています。明日朝の予想最低気温は23度、明日日中の最高気温は30度の予想です。現在、相模原には大雨洪水雷注意報が出ています。昨夜の雨も激しかったんですけれども、今夜も夜遅く、ところによっては雷を伴った激しい雨が降るという予報になっています。この後の天気に十分ご注意ください。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。ここでこの時間のニュースをお伝えします。記録的な大雨となった熊本県と大分県では、これまでに20人が死亡、7人が行方不明となるなど被害が広がっています。熊本県阿蘇市では土砂崩れによる行方不明者の捜索が雨の中続けられています。一方、大分県では河川の氾濫で浸水被害が広がり、1人が死亡、1人が行方不明となっています。今日も西部と北部を中心に大雨となり、各地で大雨洪水警報や土砂災害警戒情報が出されています。中津市耶馬渓では1時間に61ミリの非常に激しい雨が降り、一時山国川が氾濫しました。中津市は周辺の2080世帯に避難勧告を出したほか、日田市でも5351世帯に避難指示を出しました。
一方、昨日大きな被害が出た竹田市では現在も全域の1万564世帯に避難勧告が出されています。今後も九州地方を中心に明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は引き続き厳重な警戒を呼びかけています。国会では今日、社会保障と税の一体改革の柱となる消費税増税法案が参議院で審議入りしました。しかし野田総理は民主党内の離党予備軍への対応をめぐって自民党に発言のブレを指摘されるなど波乱の審議入りとなりました。野田総理は昨日の国会答弁で消費税増税を次期マニフェストに盛り込み、賛同しないものは公認しないとした発言は一般論だと釈明し、消費税増税のマニフェストへの盛り込みやそれに反対する人への公認の是非については明言を避けました。一方、民主党は今日午後全国幹事長会議を開いて本格的な選挙対策に乗り出しました。最大の課題は離党した議員がいるおよそ30の選挙区に対立候補を立てるかどうかですが、執行部としては都道府県連から申請があれば立候補を立てることを認める方針です。しかし小沢新党の立ち上げとともに分裂状態に陥っている県もあり、難しい選挙対策を迫られることになりそうです。沖縄県のアメリカ軍普天間基地への配備が予定されている垂直離着陸輸送機オスプレイについて、アメリカ国防総省のリトル報道官は12日、欠かせない存在だと述べ、配備の必要性を改めて強調しました。リトル報道官は会見で、オスプレイは紛争地域を含む世界のさまざまな地域に配備され成果を上げている。我が部隊の大変重要な一部だと述べ、日本側に対し配備への理解を求めました。一方、普天間基地を抱える沖縄県宜野湾市の佐喜真市長はリトル報道官の発言に対し強く反発しています。沖縄では来月5日オスプレイの配備に反対する県民大会が予定されるなど反発は強まる一方です。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終値は昨日より4円ほど高い8724円12銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日と変わらず1ドル79円28銭から29銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。ここで1曲お届けしましょう。千田孝さんからリクエストいただきました。斉藤真理で魔法のバンドエイド。いつの間にか雨は止んだけど、心の中じゃ続いてるの。気づけば下ばかり向いた猫背なさえない私の横顔。なんでだろう、ふとした瞬間何でも
けなことってフラッシュバックスルー私のトラウマジンジンと壊れちゃう前に一体の飛んでゆけ チチンプイプイ おお魔法のバンドエイドあげるほらもう痛くない魔法のバンドエイドあげる泣き虫さよなら魔法のバンドエイドあげるなんでも千田隆さんからリクエストいただきました。斉藤真理で魔法のバンドエイドでした。時刻は6時45分を回りました、ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに中央自動車道上り方面へ向かう車調布付近で2キロの渋滞、その他一般道は国道16号線横浜方面へ向かう車静清で1キロ大野台で1キロ東名入り口で両方向とも2キロずつ、その他八王子方面へ向かう車中和田相模大野でそれぞれ1キロの渋滞です。八王子街道横浜中心部へ向かう車目黒で1キロの渋滞、国道129号線八王子方面へ向かう車橋本五差路で1キロ厚木方面は関口で2キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車町田市役所前で1キロ金森で2キロ、反対、相原方面は佐塚で1キロ、相原で1キロの渋滞です。県道座間大和線、小松原では横浜中心部へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロ、朝日町で1キロの渋滞です。行幸道路、厚木方面へ向かう車、小田急相模原で1キロ、総武台前で1キロの渋滞。北里通り、国道16号方面へ向かう車、大沼で1キロの渋滞です。村富線、矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、星ヶ丘の手前で1キロ。反対、座間方面は総武台団地入り口で1キロの渋滞です。おしまいに、県道相模原大倉町線。淵野辺では両方向とも1キロずつの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。さあ外はだいぶ薄暗くなってきました。ドライバーの皆さん早めに車のライトをしっかりとつけてこの後も安全運転をお続けください。以上今日最後の交通情報をお伝えしました。
FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングお送りしています。さあ今日のメッセージテーマはあなたのやる気スイッチはということでね、さまざまなやる気スイッチ送っていただいています。メッセージご紹介していきましょう。お団子ママさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。タッチが流れて携帯の着メロなのでスイッチ入りました。あ、そうだったんですね。音楽ですね。香織ちゃんの曲の歌詞に止まない雨はない、うんうんって自分に言い聞かせて、そうだなそうだなって、今日も一日ラジオで元気でした。皆様のメッセージ素敵ですね、という、ありがとうございます。音楽がねスイッチになる、私の歌もそういうね、なんか誰かのスイッチになればいいなってすごく思います。お団子ママさん、ありがとうございます。さあそれからスプーンさんからもいただきました。ありがとうございます。電車の中で YouTube を見ている時が多いですが、香織さんの15周年ライブを昨日おとといと見ていました。 ありがとうございます。電車の中退屈でなくなりましたよ。やはりライブの音声がいいですね。まだ会場に行ったことはありませんが、いつかは必ず行ってみます、ということで嬉しいです。ありがとうございます。さてやる気スイッチはテニスの試合でスマッシュを決められた時です。思わずこの野郎という気持ちになり、勝つために真剣にならざるを得なくなります。また顔面とか体をめがけてボールを打たれた時に、謝罪のない若者も私のやる気にスイッチが入ります。そういう意識はまだ若者に負けていないんですね。中高年には技がありますから、なんとかなります。いつまで持つかはハテナですがね、ということで。確かに私もバドミントンやってたんですけど、スマッシュとか打たれるとメラメラってこう燃えますよね。ありがとうございます。さあそれからちたたかさん、やる気スイッチ一番はカオリンの歌を聞くです。嬉しい、ありがとうございます。さらにケーキの仕上げで繊細な仕上げをするとき、ケーキ作られてますからね、集中力が非常に求められるのですが、そのスイッチを入れるためにかみさんにいつになったら仕事を始めるのとカツを入れられても、パソコンの前にじっと座り集中力を高めてと言いたいところですが、自分の性格が切羽詰まらないとやらない性格なので、もう一つの自分のスイッチは切羽を詰まらせるですね。自ら追い込んで一気に集中なんて言えばかっこいいのでしょうが、ということで、これもわかりますね。なんかもう追い込まれないとスイッチ入らないっていう。さあ、会津大好きさんからもいただいています。ありがとうございます。私のやる気スイッチ、今までは締め切り納期でした。これは子供の頃から続いていて、学校に行っている頃、夏休みの宿題は2学期の始まる1週間前まで何もやらなかったし、会社員時代は納期ギリギリに仕事をあげることが多かったし、でも最近は意識して早めにやる気スイッチをオンにするようにしています。早めにやる気スイッチを入れると、締め切りや納期が近くなっても余裕でいろいろできる。遊びに誘われても余裕だし。ということで今後はやる気スイッチを入れるのは仕事の受注が入った時にしてみようと思います。なるほどね。やっぱりこう期限とか決められちゃうとね、なんかそれに向けて頑張ろうっていう気になりますね。さあポンポコタヌキさん、ポンポコタヌキさん、ありがとうございます。やる気スイッチ、なでしこ、スポーツの中継を見ると頑張ろうっていう気持ちになります。ロンドンオリンピックに高校野球、テンション高くなりそうです。これからね本当に楽しみですよね、高校野球もオリンピックもね。さあそれからみんなのけいちゃんです。ありがとうございます。僕のやる気スイッチは朝の朝礼から始まるんです。一日の仕事前に必ず全員で今日もやるぞえいえいおーという掛け声で始まるんです。へー、これがとても気分が良くて、忙しい時でもものすごくはかどります。おかげで売り上げも上々です。来週から職場が改良工事されるので、今までよりもかなり広くなるので、より一層仕事がはかどりそうなので楽しみます。仕事の前に朝みんなで気合を入れるっていうのもいいですね。なんか一致団結してね、一日頑張ろうっていう気持ちになりますもんね。さあ、それからおにぎりさん。やる気スイッチ、ズバリ、それはお気に入りの人と時間を共有することかな。それはライブで直接歌を楽しんだり、話したり、ネットとかに参加したりすること。おとといも、マッペ、斉藤まりちゃんですね。のライブ見て、仕事へのやる気を得たし、応援している人が一生懸命やっているのを見ても、
自分もまた頑張ってその人のライブに行こうって思ったり、カオリンや西さんの公開放送に行くために仕事頑張ろうとか、これがスイッチになりますという、嬉しいですね。こういうメッセージいただけるのもね、ありがとうございます。さあ、それから五割増さんです。私のやる気スイッチはズバリシャワー。夏でも冬でもシャワーを浴び、頭をシャンプーすると気持ちがリフレッシュされ、集中力も増すようです。お風呂上がりに冷たいトマトジュースの一気飲み、最高ですよというね、お風呂上がりに、まあ、冷たいねトマトジュースですか、はい、いいと思いますありがとうございます。それから白いポロシャツさんです。自分はモーニングワイド、それからカオリンやミカさんの CD を聞くとやる気スイッチがオンになりますというね、メッセージもいただきました。ありがとうございます。夕方4時からお送りしてきました、 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあ、メッセージどんどんご紹介していきますね。雪中庵さんです。僕のやる気スイッチは人に必要とされているのを感じたとき。なるほどね、こういうのも確かにありますよね。社会ではどうしてもお金をもらうために働かされているという気持ちになってしまいがちですが、今回の震災の復興のように社会的に意義のある仕事や自分にしかできない課題だと俄然スイッチが入ります。なるほどね。さあ、そしてハユガルチさんです。ありがとうございます。私自身やる気のスイッチは私が精神的苦痛にさらされているとオンになります。精神的苦痛を何度も受けているんですが、そこから自分自身を追い込んで仕事や生活をバリバリやるとやる気が上がり立ち直っちゃいますというメッセージ、ありがとうございます。それからひこちゃんです。やる気スイッチはミカさんのイベントに参加すること、水曜日のねトワイライトハミング担当しておりますが、最近かおりさんのイベント少ないので残念です。でもミカさんのイベントと重なったらどうしようかと思っています。ぜひね、またイベントやるときには遊びに来てください。ありがとうございます。さあ、それから萩野谷みのるさんです。僕のやる気スイッチ、やる気あったにはあったんでしょうけど、やる気が空回りしている間にすり減ってなくなっちゃったのかもしれません。冗談はさておき、日々の労働で頭も体も疲れ切るとどうしてもすっきりと目覚めるというのには程遠く、朝一番から起き上がる気力も湧きません。僕は今の時期こそ外も明るくなっている時間ですけど、早朝未明に仕事へ出かけていきますが、当然僕の起床する時間には家族が寝ています。家族の穏やかな寝顔を見ると、これを壊せないよな、よし頑張るかっていう気持ち、気合、スイッチが入ります。惰性で息をしているような中年になると、家族がいてくれてよかったなと思います。家族がね、自分のスイッチになるっていうのも素敵ですね。さあ、それからリンリンってピカリンさん、ありがとうございます。私のやる気スイッチは鏡を見てニコッと微笑むです。私は男性ですので、旗から見られるとちょっと気持ちが悪いかもしれません。ただ同じ顔なら暗い顔より笑顔の方が皆さん和んでくれるかなと思い、鏡を見てニコ、心の中でさあ今日もいい加減でマイペースマイペースと唱えます。いつの間にか習慣になりました。これも素敵ですね。やっぱり笑顔は周りの人もね、笑顔にさせてくれるっていうの、そういう力がありますからね。どうせならやっぱり笑顔で一日過ごしたいものですよね。リンリンテピカリンさん、ありがとうございました。さあ、たくさんのメッセージ今日もありがとうございました。この後10時からのミュージックボックスですが、今日はチャクラの回なんですけれども、チャクラの柴田さん一人で、お送りします。今夜10時からのミュージックボックスもお楽しみください。ここまでのお相手は古谷香織でした。素敵な週末をお過ごしください。
古谷香織の13日の金曜ハミング。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日13日の金曜日だったね。そうだった、ね、すっかり忘れてた。怖いことはなければいいですけど ね。でも13日の金曜日って結構ありますよね。結構あるよね、こうやって金曜日にやってるとね。なんかそんなに珍しい感じ、ね、珍しい感じしないですよ全然。なんかみんな13日の金曜日って言うと騒ぐけど、うん、結構やってるもんね、うん、13日の金曜日ね。割と怖がりな人って多いじゃないですか ね。怖がりな人はね、なんかあるかなってちょっとビクビクするかもしれないけど、ね、昨夜木曜日の深夜は、はい、サムライランドっていう、はい、あのレゲエを歌ってるね、うん、ごっついサムライくんっていう人が、はい、パーソナリティをやってる深夜番組やってるんですけど、はい、いつもほらあの木村くんの、ね、あ成長ぶりを皆さんにご紹介してますけど、うん、昨日はね、あのアタイムラインの皆様ありがとうございます。ありがとうございます。なんか貧乏さんお久しぶりな気がしますね。本当に久しぶり。確率は7分の1ってでもそんなことはないよね。建築は7分の1の確率で出てくる、まあ、13日が金曜日である確率は、うん、日曜から土曜までで言えば、ね、そういうことか。そういうことですよ ね。それでね、木村君昨日はね、うん、そう、僕ちょっと後ろの方は本当はねご紹介したかったんだけど、ご紹介しちゃいけないみたいなんですよ。後ろの方誰？すごいね、残念なんですよね。みんな喜ぶと思うんだよね、見たらね、うん、女の子に出てくると喜ぶもんね、うん、すごいね、可愛らしい女の子が今日後ろにずっといてね。でも顔出し NG 多分ねっていう、基本的にはね、見たいけど見られないって、ね、気になるけどこっちは向いてくれないっていう微妙なね、まあ、一瞬取りかかるぐらい、ね、ああね、そういうの大丈夫だ、ね、そういうのでね、そういう程度で出てこいやって言われても、ね、それでね、昨日は、はい、木村くんが風邪でお休みして、あら、で僕が最初からもう、はい、お宅に座って、うん、丸1日やったんですよ、はい、丸々昨日の深夜もやったんですけど、はい、あ、そっと帰ろうとしてる、ちょっと、え、もう終わったんですか。帰ろうとして、今すごく頑張っててね、はい、お仕事されてるんですよね。そう、お仕事されて今相当帰ろうとしてるんですよ、うん、スーってそれで今ドアを閉めようとしてる、うん、残念ながらかわいそうですよ。かわいそうだよね、困らしてかわいそうだもんね、うん、すごく可愛らしい女の子でね、うん、お仕事もできるじゃないですか自分で、うん、あんま細かいこと言えないですけど取材先 の、うん、アポ取ったりなんか原稿書いたりとかしてるんですよ。それですごくもしメールとか使うときは言ってくださいねってこう言ってくださる、同じパソコンを使ってるからね。そうそうそう、ものすごく丁寧な、もちろん言葉遣いも丁寧なね、お嬢様のような感じなんですけど、うん、作業してるとこう疲れがたまるでしょうね、うん、パソコンの前、そうするとねバキ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 ってこう指を鳴らす指鳴らす癖がある、ね、すごいね、ギャップがその話だけ 本人のいないところでするのもちょっとね失礼な、あ、もう終わらせて帰ってしまわれたんですね、うん、さっと今帰られたから、うん、結局いないところでなんか鍵口みたいになっちゃったけど、なんかこう鍵つけたんじゃないですかここにいたら巻き込まれるんじゃないかなっていうのね、それが俺すごい今日ツボで、おかしくっておかしくって本人には申し訳ないんだけど、ボキ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 って喋るとものすごい本当に、メールもし使うでしたら私大丈夫ですから言ってくださいってこうちゃんとこう資料とかも書きながらやってるわ、うん、この人最上だな、賢い人だなって、うん、で丁寧な可愛らしい声のやっぱり綺麗な人だし、さすがだなと思ってたら、うん、そして自分との合間にバキ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 ってこうそんなになる？すんごいね、結構そんなに鳴らす癖なんですよね。そうとでもなんないよ。もうこうやってる合間、うん、合間にやっぱり指も疲れるんじゃない？そうかそうか。だって言ってる合間にこうバキ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 って。それ面白いですね。それがちょっと面白かったんで、それが、ね、うん、突っ込みたかったんだね、本人の前に。ごめんね、結局陰口みたいになっちゃって。それでさ、はい、昨日は木村くんが風邪、
木村くんがちょっとお休みされて、うん、で僕がこれやってたんですけど、うん、で僕がこっちやってたんで特に何のトラブルもなかったんですよ、うん、ただ一個だけ番組中にね、うん、どっかの窓か窓の隙間からか、うん、ガが入ってきて、うん、ガって言ってもあのでっかいガじゃなくってちっちゃいこんなぐらいの、はい、2、3センチせいぜい直径 2、3センチぐらいな、はい、そのぐらいのやつでさ、それで前にそういえばうちのお店にあのほらこんなでかいガがいたじゃん、あいたね、タムタムが写真撮ってツイートしてたけど、そう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 、ちょっとしたなんか怪獣みたいなね、なんかねそれを大きくしたらすごい怖いっていう、これモスラになるよなみたいなね、うん、それぐらいの顔もでかいしね、うん、羽もでかいし、どのくらいだろう20センチぐらいあったんじゃないかな、羽広げた あったかも、ねうん、そのぐらいのやつは怖かったんですけど、うん、でもそっちのねあのその木のいた蛾は本当にちっちゃくって、うんはい、よくいるようなそうだけど意外にもね、うん、あの侍くんの動揺ぶりが半端じゃなくって、あら侍と言っている割には、そう侍っていう男気前回の男の割には、うん、変な色の蛾がいる変な色ってなんかちょっとあの茶色とかなんかそういうっぽいじゃん、なんかちょっと緑っぽいとかなんか言って、緑っぽいかですか、こっち側で見た時は普通の茶色っぽかったから分かんなかったんだけど、うん、なんかちょっとだいぶ動揺してて、うん、でも俺としては別にいやこれは番組を盛り上げるようになんかそうやってんだろうなと思ったら、あこの生放送っていう感じを出すためにとかね、そうそうそう、本人結構あわあわしてたみたいで本気なんだ、そうそう、それで中にあのメールを持ってったあの仲間たちいるじゃん、うん、ドラフト君とかだから結構あのほらレゲエとかをやってる、ね、クラブで歌ってるようなシンガーだから、うん、結構ゴリゴリなわけですよ、あ見た目ちょっとコンビニの前とかに座られてたらちょっとこう避けちゃうかなみたいな、おっかないもうヤンキーでしたのっていうのバリバリ出してる感じ、うん、カオリの仲間みたいな、なんでそれでさ違うあの中にその仲間がドラフト君ってその3週目に一緒に喋ってる仲間がさ、うん、あのメールをこうやって持ってったら、うん、あドラフトお前ガッツ構えろよとか自分では無理なんだ、まあ、そうドラフト君も何を思ったか安っよみたいなやれよお前他にやることねえだろとか言って、うん、そこでなんかそんな凄みを出されて結構怖いみたいで本当に意外ですね、うん、それであとでなんか知んだけど誰かが踏んじゃったみたいで怖い割には踏んじゃったんだ誰かが踏んじゃったみたいでね、で踏んじゃったやつをこう写真撮ったりとか写真撮ってどうすんの、踏んじゃったけど昨日の主役だったんですよ、あそう虫苦手な男子結構ねいるんですね、そのあのこの間もさ俺あのほらトイレでピンポンピンポン、トイレ入ってる時にピンポンド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 ンって宅急便の人にやられて、あれ西ラジの時の話でしたっけ、そうそう全裸でこうトイレに座りながらこうやがましわーって怒鳴ってもったっていうすごくかっこ悪い怒鳴り方をしたっていう、そしたら不在入った、そうそうとストンってね入れて、そういうあのちょっとかっこいい悪い怒り方をしちゃったななんていう話をしたんだけど、FM 相模の夜を怖がる人も結構いて、うん、うっとかはほら俺らとかは昼間も来てるから、うん、別に深夜一人でトイレ入るのも怖くないでしょ、大丈夫、うん、俺も別にトイレ一人で深夜に入ろうが何とも思わないんだけど、うん、あの深夜だけしかやってない人たちいるじゃん、うん、はい、ヨスロマンティ水曜日のヨスロマンティックとかは、あと木曜日のサムライランドのチームも、うん、その2組は深夜の FM 相模しか知らないわけ、だいたい11時過ぎとかに来て、そう深夜2時過ぎぐらいまでっていう、それでねものすごい 怖がるの、なんで、それでね、なんもないのに、昨日昨日、うん、あの俺トイレに行って帰ってきて、うん、それでトイレの電気とかあの換気扇とか節電のためにいつも消してるんだけどさ、はい、あのなるべく換気扇は回しておいてあげたいじゃん、あちょっとね、次に使う人のために、空気の換気がね、だけどあの2人ともね本当に入らないの、ね、誰も入らないの、ね、よ侍チーム、もうそうトイレ、ちょっとトイレ行ってきますとかないの、そう誰でも行かないの、なんでトイレ行かないのって言ったら、いや
ここでは行かないっす。なんでなんでよ。なんで、いやちょっと無理っすねみたいな。なんでよなんでって言うんだけど、なんかね、あの、うん、ミッドナイトギフト、どうも吉郎あたりからそういう話が出たっぽいのね。水曜担当の、そう水曜日ので、もう2人とも絶対行かない。それで、あの吉郎とさ、うん、あの侍くん、うん、前はミッドナイトギフトの、あの準レギュラーみたいな感じだったんですよね。準レギュラーとして出てたんじゃない。それで、吉郎がどうもほら、あのパワースポットとかさ、怖い話とかさ、心霊話好きですよね。そうそうそう、あと廃墟マニアだったりとかしてさ、そういうの大好きじゃん。それで、どうもそれをみんなにこう言ってて、俺ちょっと途中で思い出したんだけど、まあ、それは後で言うわ、うん、それで、ヨシロマンティックチームの周辺はみんな夜 FM 相模やなんか出るって思ってるみたいなの、勝手に。あ、そういう貞子さん的な。そう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 、それでさ、うん、昨日それで、あの侍君がトイレに行けないみたいな話してて、うん、それで、あのミッドナイトギフトの、あのほらちび犬っていう女の子が出てるじゃない。唯一の女の子、そう、一人だけ出てるじゃない、うん、あの子ももう怖くて行けないんだって。なんで？それで、女子一人だから、うん、とても行けないですって言って。うーん、要するに木曜水曜の深夜はトイレを誰も使わないっていう何それ。ものすごいおかしなことになってて。あ、でも確かに夜はこう、うん、トイレに行くまでの通路とかの電気が消えてたりするじゃないですか。先日廃墟マニアがわし、廃墟マニアがわしの家に来ました。どんな家に住んでんですか。廃墟だと思ったよね。廃墟だと思う。そーっと入ってきたらえ、だからその電気がついてないとかが怖いのかな。そうね、そういうのもあるだろうし、もう怖いと思えばそういう夜の建物ってみんな怖いじゃないです か。4階建ての建物は FM サーミーしかやってないんですから。そっか、誰もいないんだもんね。そうそうそう、他の階にはね。それで、あのミッドナイトギフトで一回サムナー君がトイレに入って、うん、トイレにこう座ってた時に、あの吉郎に一緒に来いと一人で行くのが嫌だから一緒に一緒に来いと、それで来いっつって吉郎もくっついてって、で吉郎はあの外でこう待ってるみたいな状態にしてたら、うん、あの多分ね、あそこさ、あそこ一回男子トイレがの電気がついたり消えたりしてる時期あったじゃん。あ、ちょっとなんかもう交換時期なのかなみたいな時。そう、あのついたなと思ったらパチッと消えて、しばらく消えて、また20秒ぐらいするとパカッとついたりとか、うん、そういう時あったじゃん。それにちょうど当たったみたいで、あの吉野が外で待ってて、侍くんが中で座ってる間に、うん、電気がパッて消えたらしいの、はい、それで侍くんが切れて、うん、そんなものやろうみたいな。あ、わざと消したと思った。そう、吉野がふざけて消したみたいに思われて、でそこでまたあの侍くんは刀を抜いて、刀持ち歩いてんですか、刀全力でこらーみたいな、ふざけたことすんじゃねえぞみたいな、マジギレってやつですね。マジギレしてそれで、でも吉野は、うん、いやいや、俺じゃない、決してねっすよみたいな。じゃあそこからこれはじゃあいや、その前からそういうの怖いっていうのはあったみたいなんだけど、うん、じゃあそれがさらに、そう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 、決してないっすよみたいな、これはなんかいるんだっていうことになったんだね。それで、あの吉郎としては幽霊よりも何もその切れた侍くんの方が怖いじゃないですか、うん、先輩になるんですね。そうそうそう、それで、あの後になっても本当に吉郎が一生懸命、うん、いや本当に俺消してないっすよって言ってんのに、うんうんうん、お前さ、やっていいことと悪いことあるの本気で切れられててそういうことが多分吉郎のせいではないんで、だからなんだけど、でもどう考えてもそういうふうに思うじゃないですか、うんうんうん、それで、そういうこともあって、今やもうあの水曜木曜チームは誰もトイレに行かない。へえ、私なんか行くとき一つ一つ電気をパチッパチッパチッってつけていきますけどねさすがに真っ暗なのは怖いからだけど俺いつもさ、あそこのトイレそうやって遅い電気がつくのがすごい遅かったりするから、うん、電気をつけて中入っておしっこして、うん、でジャーッと流れて手洗って外に出た頃に電気がつくっていう。あ、そんなそんななんですか。そういうことがあって、結局真っ暗じゃんみたいな。
なるほどね、いろんな理由が。でそういうことがあってさ、うん、それで俺ちょっと思い出したんだけど、なんかの多分ミッドナイトギフトに最初の頃俺もいたじゃん、うん、で最初の頃多分ね誰か吉郎とかが怖がって、うん、実際フィルム相模の新夜とかってなんか出そうですよねって。で俺そういうこと言われるとさ大抵こう、うん、ああ出るみたいよ、乗っかるタイプだよね絶対ね。俺そういえば全然忘れてたんだけど、うん、そういうこと言ったような気がするのよ、うん、お疲れ様。お疲れ様です。多分吉郎がそういうふうに、うん、マジなんか出る出ますよねとかで、うん、あ多分なんかそういう話あるよね、まあ、聞いたこともないくせに壊らせてる元は西さんだったんですね。ちょっとそんな話をしたなっていうことをちょっと思い出して、あじゃあもうそれがそれでミッドナイトギフトの帰りにエレベーターが4階から1階に行くじゃん、うんはい、でここのエレベーターって最後に降りたところに止まってるじゃん常に。そうです ね、だから、うん、深夜のために入ってきて、うん、例えば誰かその前の、爆裂ラジオの人たちがいると最終的に1階で止まってるんだよね出ていく出入り口のところでね。そうだけど、誰もいなければ4階でそのまんま、はいはい、止まってたりするじゃん、うん、それでなんか知らないけどミッドナイトギフト終わって行こうと思ったら、うん、エレベーターが、ね、3階に止まってたのよ。あら3階に止まってるっていうことは、うん、誰かが3階で降りたままなんだよ。あそういうことだね。そうで3階から降りたんならば1階に戻ってるはずだし。そうだね。ということは今3階に人がいるってことだよ夜中の3時とか4時とか普通に考えるとそうだよね。 それで帰りにみんなでミッドナイトギフトのメンバーみんなと出た時に、うん、あれって言って、うん、なんでだろうなそういうエレベーター全部その人が降りた階にしか止まんないから、うん、3階に人がいるってことだなちょっと見てくんねっつって、うん、3階をバーッと見たら人いなくて、いやいないなまあいっかっつって行こうっつったら吉郎がいやいや西さんマジっすかマジっすかマジっすかみたいな、ちょ待ってください待ってください、煽ってるわまあまあいいんじゃない人いなかったもん今見てるし、いや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 おかしいでしょみたいなそういうこともあるんじゃないのみたいな言っていやいやちょっとマジっすか怖いっすよみたいな感じになってたことをちょっと思い出して、うん、でも俺そういうことをするのが大好きなもんだから、うん、不思議だよね。じゃあお疲れ様みたいな来週もよろしくねみたいなそんなことを散々やって、じゃあもうそういうなんかさまざまなそういういろんなことが重なってもう FM 相模には出るって信じちゃってんだね。多分結構俺がこうなんかいろいろやったなっていうことをちょっと思い出した昨日。あそれその流れが今こんなごついやつまでビビらせてることになってるんやなちょっと反省して、うーんかわいそうだよトイレに行けないとかってなんか随分でたらめに言ってしまったもんなんですけどね、うん、それを言ってあげればいいじゃん言わない別に裏に言わないそれはそれでまた楽しいじゃないですか。うーん人が怖がってるのを楽しんでるそう俺全然忘れてたんだけど、あそういえばそういうことやったなっていうのをちょっと思い出してなんでみんなそんな怖がってんだろうって不思議に思ってたんだけど、よく考えたらちょっと俺が結構仕込んでたかもしれないまあ怖いものってありますよね誰でも。そうね、だからねその3階っていうのは、うん、よくあるのはね、ここの建物の管理をしてくれてる人がいるんですよ、はい、その人って結構夜中なんかでも、うん、雨漏りが心配でこう地下を見回ったり、はい、それで3階なら3階を例えばチェックして、その日になんか忘れ物使われた後に忘れ物がないかとかをチェックしてから、うんはい、おそらくだからほらそういう見回っていくからさ、うん、エレベーターで1回降りてそこを見回って階段で降りたりとか、うん、あなるほどね、するのよ、うん、だから地下1階にエレベーターが止まってたり、はい、ありえるわけですね。そうするとあれ地下1階に誰かいるみたいなことになると、うん、ほらまた吉郎さんパニックになると思うんだけどだけど実際にはその人が地下1階にて様子を見て、うん、それであと階段とかも当然そのまま見回るから階段で上がってきちゃって、はいはい、何もなしっつって帰ったら B1 にいるんだよ、ね、なるほどねって教えてあげればいいんじゃないですか。って教えちゃったらつまんないじゃん
かわいそうトイレ行けないなんてそんなね、あの楽しいんですよ水曜木曜はねもうなんか番組を聞いたことがない人も侍さんとはとか木村くんとはってイメージがなんかそうね、だいぶ、ね、ここでのイメージが出来上がってきちゃいますね。だよね。まあまあでも、それはそれで楽しいんじゃないですか、うん、局に今度みんなであのミステリーツアーかなんかで作り、あのみんなで集まってもらうとかなんか仕込まないと何も出ないじゃないですか。なんか仕込まないと、夏やろうかそういうなんか私はいいですカオリン全然怖がんないじゃん、ね、そういうのね。まあそれより虫の方が怖い、ね、あ虫の方、飛ぶ虫の方がねセミの方が怖そうだもんねとまあそんなことがあった、はい、昨夜あ中見世商店街とかになるとなんかね、そうな気がするけどね。あそこの隣に大きな火事があったしね、そういうことは何かしらあるでしょうけど、まあまあ FM 相模は別に全然そういうことはそう何もないです普通にトイレも行けます夜中だって、うん、なのでね、あのぜひお越しになった方は怖がらないで一部で怖がってる人、怖がってる人多分水曜木曜の深夜チームだけじゃないかな。そうですよ、ね、お疲れ様、ね、あお疲れ様でした。多分木水曜木曜の人たちだけじゃないかしら。うん、後の人はみんな普通に昼間も来てたりするからね。そうね、昼間来てる人はなんかもうイメージ的に夜怖くなくなるよね、うん、3階の真実を知られてよかった。3階のそういうことあるんです。だから最初はなんかなんでそこで止まるんだろうなとか思ったりもしたんですけど、うん、私も普通に乗るときに間違えて他の階押しちゃったりするからね。あカオリンはそう言ってたね、うん、最初あの解決しなかったときね、間違えて押したんじゃないのって言って私がやるからそんなような木曜日は非常にそういうナイーブな青年たちが水曜木曜日そういうナイーブな人たちが一生懸命やっておりますので、トイレにも行かずに、トイレ、あじゃあ放送を聞きながらトイレにも行けないんだなってぜひそうやってそう思ってあげてください。頑張ってますからねというわけで、はい、3時間の生放送が終わりまして、ユーストハミングをお送りするところなんですけれども、うん、今週も数字当てとね、3桁の数字当て、あそれからお題とねやるんですけど、今日そんなわけでここのパソコンではずっとそのあのバキバキって鳴らす女性が、うん、作業してたんでなかなかメールがと、うん、こう取るタイミングがね、うん、いつもとはいつものようにしょっちゅうバーッと取るわけいかなかったんで、ちょっと C&C さんが最後にメールを送ってくれた時にはもうね、すっかり全部終わっちゃった感じだったんで。エレベーターって間違えたらダブルクリックするとキャンセルできたやつあるね。そんなのあるんですか、うん、押したところを間違えたら。そう間違ってなんかあこの回違うわと思ったらポンポンって押すと、消えたりする。そんなのあるんだ。そう、それでちょっとメールをまた印刷してみるね。あはーい、知らなかった。そうでも最近の新しいやつでしょうね、そういう機能がついてるのはね。閉じるボタンを押しっぱなしだと通過するエレベーターもあった。あさすがエレベーターボーイをしていた坂さんが、最近のエレベーターだけですねって。エレベーターの中で走っても早く着きません。右クリックで急行運転もできないと思います。そして松山亮さんはまだ4文字熟女ですか。4文字熟女一人大会。三菱とかのエレベーターなんですか。
自分でハンドルを操作するエレベーター、そんなのもあるんですか？ニッサマー破っていいからっていなくなっちゃった。エレベーターの中でジャンプすると怖いじゃないですか、ニッサンがジャンプしたら。エスカレーター3段飛ばしで降りるの私やりますね。3段、ただいま、ね、エレベーター機能いろいろあるんですね。結構ね、18時52分には、うん、読まなくていいよって。何よ、シーエンドシーさんが出したらそういうこと言われても読んじゃうの。そうだよ、逆にって動く人だよ。西さんは下読んで読んでって言うと、アオリンさ、高山美穂さんからメールが来たことを言ってあげなかったでしょ。あ、ボツだからってお名前言うの忘れた。最後、高山美穂さんはラジオでしか聞いてないと思うんだけど、あとね、9点さん、はじめましてっていう方から、あら、ところが18時56分に届いてて、おっと、うん、それはなーっていう。でもちゃんとはじめまして、こんにちは、私のやる気スイッチは朝夏でも冬でも冷たいシャワーを浴びることです。身が引き締まって目がパッチリ、これで今日一日やる気が起きます。でもこれって皆さんやってることですよね。やんねえよ。日産やりそうじゃん。俺やるときあるね。そして CNC さん、ありがとうございます。やる気スイッチっていうのがね、普通だとうん、やるぞっていうやる気じゃないですか、うん、でも当然ブラックなC&C さんなんで、やる気っていうのが、やる、殺す気になった、あ、ブラックそうネタですか。そうそうそう、あわわわわわわわって慌てているよ。あわわわ、大丈夫、こっちにはえへへへへへへって書いてある。やる気スイッチが入るとき、憎しみを感じたとき、やりたいと思ったとき、彼氏取られたとき、食べ物取られたとき。怖いね、怖いね。シーエンドシーさん、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、多分仕事の都合でね、どうしてもなかなかメールが間に合わないんだろう ね。でも送っていただいて、でもいつもこうやってね、送ってもらって 笑ってる。送ってもらったらなんとかね。おすすめのジェンガ何ですか？今年の夏は恐怖ジェンガ？あ、ジェンガね。ジャンガジャンガジャンガってやつ？なんか怖そう。それで今週もお題と数字と出していこうと思うんですけど、数字はもう決めてあるので、はい、お題を考えて。はい、彼氏を取られた時はちょこっとわかる。そうね。確かに。食べ物取られた時っていうのが面白いよね。順番に最後に食べようと思ったものを取られた時って殺意感じるよね。取っといたのに。そうそう。ほら、なんかこうからいろんな揚げ物がある弁当で、うんうん、天ぷらのお弁当とかでさ、うん、でホタテちょっと残して最後に食べようと思ってて、うん、あ、いらないのとか言われてホタテ食われた時とかはもうホタテマンになろうかと思うね。ホタテマンになるんだ。あ、でもね、それはあるね。殺意まで行くかどうか分かんないけど。そりゃ行くわよ。だって肉だってさ、うん、俺が食べようと思ってわざわざ目の前でこう焼いてる上カルビを1個大切に大切に焼いておいて、うん、むしろちょっと早めにこれちょっと
レアミディアムぐらいのところで持っていこうと思ったら、まだレアの状態の時にフッて持っていかれたりするとクラーって思うよね。もうね、焼肉はね気をつけてるよ日産。俺の特上カルビー日産と食べる焼肉の時はもう細心の注意を払ってそういうことがないようにカオリンはだっていつもほらなんか目の前にあって、あ、食べようかなっていうものを食べるじゃないですか、うん、何も考えずに食べるじゃないですか。何も考えずにって何そういう人が怖いんですよ僕は。最新の注意を払いました一斉さんこの間ね一緒に焼肉食べた、ね、美味しかったですねこれだから最近はカオリンのと一緒に行くときには、うん、まず最初安めの肉をバーッと頼んで、でそれをどんどんカオリンどんどん食えどんどん食えってこうカオリンに片っ端から食わして、カオリンが あもう苦しいかもってなった時、すいませんジョーカルビひどいよね、すいません和牛特選ジョーカルビをください最近はでもちょっと学習して腹八分目ぐらいで、あ、もうちょっといいかもこいつ何こいつ、あ、美味しいお肉なら1枚くださいっていう1枚なら食べられるかもっていう作戦何防御力ちょっと上げてんねん、ちょっと学習したんだよ私やるね、うん、そうなのねそういう具合で戦いながらも美味しいお肉を食べている毎日です、はいなんでそんな話してんだっけということで、はい、今週の、お題、ね、お題何にします、もうね数字は決まっております。あ、森島さんもこんばんは、皆さんありがとうございますね。んんピカリンさんも今日はね途中でツイートしてもらったりとか、ありがとうございます。フィレップ先生も、あ、東京では楽しく過ごせましたかね。青森さんとね、あとはそうだよね、青鬼さんとそうだ京都行こうツアーが行けなかったのが俺の中のモヤモヤ度がすごい高くって、そう、もうすごい行く気満々でしたもんね、すっごい疲れてなんか眠たそうなのに京都とか行っちゃってもいいよ俺京都とか、え、今日は金曜日、うん、あ、でも火曜の夜までに帰って、火曜の夜までに帰ってくれば俺大丈夫だよね、火曜の夜までに帰ってきてくれれば、ここかな京都、え、っていうか今雨とかどうなの？あ、そっか、雨の時は嫌。そうだよね、ちょっと大雨だよきっとこの後相模原、ね、そうだね、ちょっと雨皆さん気をつけてくださいね。なんだっけ、一応こっちにも出てんだよね、大雨洪水雷注意報、大雨洪水雷注意報、昨日からこれ出てるんで、え、山作戦さん15日大阪でライブなんですか？あ、そう、なんか書いてあったね。まあでもなんかここまで来ると近々行きそうですね、西さん。もうちょっとね、そうだ京都に行こうツアーが、そうだ京都に行こうツアー、思い突然してしまうかもしれない。マジでいつ行っちゃうか分かんないけど、ちょっともう今本当にちょっと隙があると、うん、行っちゃいそう、行っちゃいそう車に乗ってて、この間もサムライランド終わって帰ってきて、うん、あ、このまま行っちゃおうかなって、ああ金曜ハミング金曜ハミングと思ってとどまったぐらい、やばいやばい、俺が車に乗ったらやばい車に乗ったらやばい、なんかふっと気がついたら東名高速に乗っちゃいそうな。さ、京都に行って何したいんですか、なんか目的があるんですか。あなたは本当にわからない人ですね。そうだ京都に行こうって言ってるでしょ、うん、行くことが目的でしょ。あ、何するんやで、別に行って何をしたいなんて何もないわよ行くことが行くことが全て、行くことが全てなんだ。京都に行こう、これで完結してる。前は通過だったんですもんね。まあでもこの、土曜日の夜に京都に着いて 2,3 周回ったのよ、ぐるぐる。あ、そうなんでしたっけ。何城何城っていうところ、みんな城で分からへんわ数字が上がったり下がったりするだけで、なんかほらせめてお寺の名前でさ、ああこっち行くと清水寺とか、こう、うん、なんか
っちは東大寺とか こっちは奈良方面とか分かればいいんだけど、ずっと右行くと8畳で左が6畳でま、うん、っすぐ行くと4畳で、もうなんか意味分からへん全然、ね、そっかどこを目指していいのかも分からへんもん、なんか数字が増えたり減ったりするだけで綺麗な道になってるからこそ分かんないんですね。そうなの。それで駅のそばで一応空いてるホテルとか探したんだけど、さすが土曜日の京都全く空きがなくって、それでそのままあの神戸方面に行って気がついたら四国にいたっていう。そして住んでるのは4畳半とか。それで朝霞瀬戸大橋を渡ってたっていう、なんかわけわかんないことになっちゃってたんですよ。さあそれじゃあね、あのじゃあぜひお土産買ってきてください。京都行ったらね、もちろん、もちろん、うん、八橋買ってきてください。八橋ね、八橋なんか結構買ってきたじゃん、だってタイガースのなんかやつとか、はいはいはい、いろいろ買ってきたんですけど、ね、お土産を楽しみにしてます。さあそれじゃあ今日のお題、今日は何でしたっけ、はい、いやいや私はちょっと遠慮しておきますよ。なんか過酷な旅になりそうだからね、そういうの一緒に待ってくれれば楽しいのに。楽しいよ。今回は大西さんをなんとか巻き添えにしたかったんだけどね。巻き添えにしたかったんだね。なんとかこうチェロキーに乗せて旅に行くそのスリリングさを半分で四つ橋京大の近くのお店が美味しいですか、八つ橋。京都6時間ぐらいで行けます。ああそう、そうだね、地図とかちゃんと見てればね分かったかもしれないんだけど、うん、さあ危ない危ないって。危なかったですね。ね、巻き添えに会いたい人はぜひみんなで行こうよ。そうだ京都へ行こうツアー、そうだ京都へ行こうツアー。突然ね今から行くって言ってこう1時間以内に集合できたらみんなで、うわーまたそういう計画立てないの好きですよね。思いつきなんか非思いつきで生きているようなそういうイメージが日産って。その通りね、本当にねそういうのが好きなようでね、ねびっくりすることを言い出しますもんね。そう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 。さあ、はい、じゃあさ、やる気スイッチだったよね。はい、やる気スイッチ、 みんなのやる気スイッチはっていう、うん、どこだったけど、うちで集合されても総理の家に集合、ドア開けないですよ。私は行かないって。金曜とか土曜のね夜だとカオリン家の前だとまたヤンキーと勝ち合うことになる。なんでよ、いないよ。それで今日は、やる気スイッチでしょ。いろんなとこ行きたいですけどね、全国ね、日本全国やる気スイッチ、そっちのやる気じゃないよ。やる気だおって。あ、じゃあ、うん、カオリンの首の後ろに、はい、首の後ろにスイッチがありました。スイッチがありました。押したらカオリンどうなったでしょう。どうなるの私。スイッチはと思ってプチってこう、うん、ポチって押したらさ、カオリンはどうなったでしょう。いろいろあるじゃないですか、コピーロボットだと鼻をプチってやると、うん、ね、その人の形になったりさ、うん、それとかあとなんだっけ、ドラえもんもなんか尻尾のスイッチをあの押したり引っ張ったりすると止まっちゃうんだよね、機能がね。そういうのあるじゃないですか。じゃあ55分ぐらいまでにしますか。お題の回答を入れる前に数字を0から9までの数字一つ入れてくださいね、はい、お願いします。今日は、青鬼さんには残念ながらチャンスはないんですけど、おっと3桁の数字を、さあこの言葉を皆さんがどう受け取るか。あ、お兄さんこんだけ俺言ってんだからさ違う数字入れればいいじゃん。その数字当てとともに、面白い
回答には西座部フルザブを差し上げま す,、はい、します。西座部フルザブはそれぞれ自己管理で集めてください。10枚を超えるときには、申告していただければ、はい、素敵なプレゼントを差し上げます。もうすごい流れそうになってましょう西さん。はい、そうですね、それじゃあどんどんご紹介していきましょう。カオリンの後ろの首の後ろのスイッチを入れたらカオリンどうなった。指紋だ。ベラン名になった。西さんに変身した。カオリンの心が開いた。心開いてる。心開くスイッチだったのか。でもちょっと面白い。おっぱいミサイルが飛んだ。何それ。ビジンダーだ。なんだっけ、ボスボロットとなんだっけ。なんかあったよね、マジンガー Z でね。おっぱいミサイルが飛ぶやつあるよね。吠える。きらめいた。あ、きらめき。きらめきね。いやらしいわね、西さん。うふふって何よ。目が小さくなった。急に目がそぼってこうなんだ。おかしいね。そのスイッチだったんだっていう。ヤンキーに戻、おっと、固まった。ヤンキーに変身してしまったってはっきり言ってる。今日は3は入ってますよね。入ってませんよ。怪盗は握力が3倍になった。暴走族になった。トランスフォームした。肉食派になった。メンチ切られた。巨乳になった。ちょっと失礼よ、みんな。失礼とか言いつつ押してるじゃない。西さんにトランスフォーム何度言っても分からなかったってどういうことだろう。どういうことだろう。ピカリさん説明ありがとう。首がぐるぐる回り出した。口からレッドスネークが出た。やだ。涙を流した。四つん這いで歩いた。セクシーになった。今セクシーじゃないってことか。セクシーじゃないか。蚊に噛まれた後だった。あ、ボタンじゃなかったの。あ、ね、あ、なるほど。一曲歌って回る。なんかそういうロボットいそうですよね。香織さんはだんだん膨らんで西さん2号になります。いやいやんじゃない。貞子になった。よだれを流し出した。誰。土曜の夜のエンジェル。顔からロケ、胸からロケット発射。アフロダイエースだったか。そうかそうか。 ありがとうライゾンさん。おもらしした。ライゾンさんにあげとこう。歌姫になった。チェロキーで旅行好きになった。話が2倍速になった。屁が出た。母乳の量が4倍になった。歩き出した。さらに綺麗になった。わ、鼻から牛乳が出た。若くなった。ロケットになって飛んでった。眠くなった。溶けた。アフロダイエースです。ありがとう。ヨップルさんも変身した。火を吹いた。ブラジャーが外れた。そんなスイッチめんどくさ。ブラジャーにつけときゃいいじゃん。そんなスイッチ。天使の羽が生えた。目が外れた。滑舌が滑らかになった。飛ばしたかな。手だけ伸びた。あ、飛ばしてる。手だけ伸びた。猫耳ビキニに変身。ガラ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 。妊娠した。スイッチで。スイッチで妊娠したら簡単でいいね。妊娠した。髪がブワーッと伸びて口が裂けた。怖い。あ、フルザブ30枚達成おめでとうございます。もかたちさん。おお、おめでとうございます。京都に行った、はい、ね、胸がもっとしぼんだって。もうすごい失礼。こらダメよアイズさん、失礼な。そんな鼻毛が伸びた。レーザー竹刀が出た。叱られる。千田さん、西ザブ10枚おめでとうございます。おお、千田さん宇宙旅行をしていた。お疲れ様です。渋滞を持った。10歳若くなった。口から鳩が出て3時をつけた。西さんを回し蹴りして月に飛ばした。すごいね。金ちゃん走り始めた。指から緑色の光が出た。眉毛がなくなった。ボタンもう一回押せばでも眉毛がふって出てくるんじゃない。へえと言った。いつもの感じだね。終了と叫び出した。虹が出た。さあ、あと1分。お茶を運んだ。1分です。あと1分。足が3本になった。走り始めた。顎が外れた。首が3つになった。ポロッと壊れた。壊れるの私。首が楽になった。チェロキーを壊してやめてよ。フルザブピンポンを乱発するようになった。これ面白い ね壊れちゃったっていう。痛かった。痛いってどうなった。だからいいんだよね。痛かったでもね。女優さんになった。泊まる会をキャンセルになった。30秒前です。コウモリになった。交通情報を言い出した。ハニーフラッシュ叫び始めた。服を脱ぎ出した。これいいですね。服のボタンを押したらそれ簡単でいいよね。女性みんなついてればいいのにね。チェロキーをフルボッコにし始めた。戦闘機に変形した。
トランスフォーマーね、タクに乗った、日産がピンポンをした、世の中平和になった、日産様の背中に住み着いた、タイムトラベルした、笑いが止まらなくなった、終了、スーパー野菜人になった、野菜人で服が透けた、あ、これも素敵、懐中電灯が点灯、その場で踊り出した、これも面白い、レオタード姿に全裸経由で変身、全裸経由であれか、よくある、ね、アニメの変身シーンだね、ドラムを叩き出した、これも面白い、九頭身になった、綺麗じゃない、四文字熟女になった、カール君になった、コウモリを食べた、食べない、ピンポンを鳴らした、三つ下の僕がカオリンの元へ、割れて中から小さい日産がいっぱい出てきた怖い、面白いね、ダブルです、どこから出てくるんだ日産、ダブルクリックでキャンセル、今以上に綺麗で良い女性に変身した、まあこれ嬉しいじゃないですか、こういうのもいいんじゃないですか、たまには、五光が刺した日産の頭にたらいが落ちてきた落ちいいね、ピンポン音量したらガー面白いそれ、ね、爆発した、ダフンだと言ったカオリンが、西田ブーナ終わりました、ただのほくろだった、再起動した、テヘペロ、再起動もするね、テヘペロと言った、ワイルドだぜと言い出す、肩こり解消した、爆笑した、かゆくなった、違かった、涙を流した、首がポロッと落ちた、適当になった、適当いろいろ適当になったら面白いね、空を飛べるようになった、少しだけ右にずれた、何ちょっと面白いの、松山亮さんさすが、チリ味になった、おしまいになった、かゆかった、大統領になった、猫になった、モノマネしだした、乳首が伸びた、怒られたわははははと黄金バット笑いをした、あそうだ、日産のボタンを押し始めた、ここまで終了、抱きついてきた、あの最近町田ではさ、うん、もうコウモリとか俺は全然見たことがなくて、前にカオリンを送っていった時にさ、うん、よく見かけてたじゃない、うん、あコウモリだってカオリンを見つけて、うん、この間屋上に上がったらさ、うん、すごい久しぶりにコウモリ見たのよ、いるよだって町田にも、あもしかしてこれはカオリンかなんでよ町田にもいるよ前にだって帰る、連れてきたんだわと思って、帰る時にあの町田駅、もう連れてこないでよ町田にボックスから町田駅の間でいたもん、ニュースとかになんない程度にして、ね、なんで町田にコウモリ大量発生とか、いるから、緑色の液体を吐いた、終了になった、踊り始めた、透明になった、作詞がサクサクできるようになった、あーそれいいな、パンツつけた作詞サクサク、このぐらいかな、終了、坂さんの終了のとこまでで、はーい、あのね皆さん気づいていないだけでね、いるんですよコウモリはあなたのそばにもちゃんとね、カオリン家の方向になんかいたような気がするもん、何それそっちの方から飛んできたような気がする、そんなことないでしょヒゲが生えた、これも面白いね、西座部達成170だったかな、えちょっと待って、え70枚達成、あ70、170じゃない、70か、70達成かと思ったら記録が5月のままだった、あら残念だったわね、えどういうこと、よくわかんないけど、どういうこと、ナーベさんも59枚、ウノ、最近もらってないって人いる、コウモリあったら香り思い出、ね、なんか思い出したよね、街灯がつき始めた時間帯にいつもいますか、そうその暗くなるちょっと前ぐらいとか、うん、薄暗い時によく飛んでる、明け方とか、あそうね、ハミングが聞こえた、カオリンの上だけでいつもいてまんねん、カオリンやっぱ黄金バット説があるよね、なんかね、コウモリだけが知っている、今どうなってんのかな、うちのコウモリ、カオリ様さっき西様入れたおねって何ん、
そう、実はコウモリのドンなの。何それ、懐かしいな。黄金バットなんて知らないだろうけど、あれもなんかヒーローなのに怖いっていう不思議なね。あ、そのあたりが昔のヒーローって面白いよね。青鬼さんは買えないね、3を青鬼さんぐらいじゃない、3ツイートしてるの。3じゃないって言ってんのに。だって青鬼さんのせいでもしかしたらつながるところが断ち切られてるのかもしれないのよ。なんで武器になってさ入れてんのかまあでもみんな納得するだろうけどね、月光仮面なんてそうだものね。レインボーマンだってすごかったよな、なんかそういうね、マスクマンみたいな、ミイラみたいだったもんね、レインボーマンって。妖怪人間ベムもそうね、ウルトラQもちょっと結構グロというかね、怖かったよね3による分断、そうだそうだってだけどさんコウモリのトマトにそうそう、それがレインボーマンよね。インドの山奥で修行してだ、すごい歌だよな。インドの山奥で修行して台場だったの魂宿しなんかできました。空にかけたる虹の夢、今さら後へは引けないぞ、だから行くのだレインボーマン。さあ、あ、今日短めでしたね。数字が出揃いましたね。はい、じゃ早速発表していただきましょうか。発表します。それでは古谷先生から発表です。×残念でした。なかったです。なかった。残念、なかったですね。あ、そうだね、下正人さんが歌ってたような気がする。近いのあった？うん、そうですね、一つこれが違ったらなっていうのとか、あ、青鬼さんがいなければなっていうそう、それは私の口からは分かんないです、それは青鬼さんさえいなければその、ユニさん2年前の今日星雲歌いまくってたって本当？なんで？今日7月13日ね、ちょうど見に来てくださった時とかなのかな。一番最初にさ、来てくれたその声優歌ってたね、よくよく歌ってたよね。それで俺がその翌日の土曜か日曜かの、うん、あのウィンボーショーがツイキャスかなんかしてるのを見てたら、うん、いやそれで金曜はユーストハミングっていうのをこの間見てたらね、うん、なんか大きい体した人がね声優歌ってるんですよあ、そこで話題にされてた。アホですわあ、西さん見てるのにすごいね、そういう場面を自分で見られるっていうのもちょっとね、あの人アホですわあのこっちが声優を知ってる知ってないとか全然関係あらへんねん歌いたいから歌ってんねんさっきのもそうだよね、歌いたいから歌って、かばせないね、流れじゃん。だってあれはレインボーマンの話になったじゃん
そっか、星雲は星雲の話とかになんなかったか。なんなかったね、簡単にあれは歌いたかったら歌ってたね。変わってないってことですね。本当進歩ないよね。アホですわは褒め言葉ですって。いや、とっても嬉しかったです。そういう、だからあの、なんて言うんでしょう、一番最初にそういうユーストリームとか、うん、のそういうつながりって面白いなと思ったの、その貧乏師匠のね、ツイキャスを見てて、はいはい、あ、この人昨日いたよなみたいな感じで、うん、ユーストにいたよなと思ってパッと覗いたら、そういう俺の話を、その番組の話をしててくれて、うん、その番組を見てた人がへーって言って見てるような、うん、そういう、そうやってつながってったんですよね。こういう、その広がり方っていうのができるんだなと思って。誰も歌ってくださいとは言っていない件について。サービス精神だったんですね。きっとみんな知らない人もいるだろうっていう。いやいやいや、サービスでもなんでもないですよ。サービスでもない。そうそうそう、坂さんがうまいこと言って、モノマネもしたいからしてるだけで、うん、あ、モノマネをして笑わせようとかそういう感じではなく、自分がしたい。そうだから、なんか俺しか知らない人とかやるじゃない、よく。よく知らない人のモノマネしてるよね、なんか私たちには分かんないけどみたいな、うん、だけどほら、あのこの間の、木村くんの笑い方のモノマネとかも知らないけど、なんかおかしいもんね。そういうことあるのよ、したくなったら我慢できなくなるのね。そうだ ね, ね。そして電話攻撃ありましたね。ね、誰か電話してほしい、被害者の解説率とかね。電話してほしい人いるって何それ。そう、心を赴くままなのね。そうだね、7月ぐらいがちょうどあの3月に金曜ハミングのユースト始めて、うん、去年、一昨年の3月ぐらいか。向井さんとかが来てくれたのが夏ぐらいだったかもしれない、ね、夏ぐらいだった気がする、うん、暑い時だった気がする ね, ね。そうだよね、 C&C さんなんて2さんの想像のモノマネ。確かに。俺モノマネしてないじゃん別に。え、なんかもうなんか、え、もうなんかそういう感じなのかなってみんな思ってると思いますよ。西さんのモノマネで。そう。モノマネっていうつもりないんですけど、なんかイメージ。イメージイメージ。あ、そう、クーラーがね壊れてたりしてましたよね、確か。ああ、そうだったね。今。快適ですよ ね, ね, 快適だよね、まあね、でつけてないけど、本当に。あ、そっちはつけてないね、うん、窓開けて。俺もう無理無理無理、エアコンなしじゃもう。でも当たってろーって。で、向井さん足が痛い病気が結構悪いの。あ、そうなんですか。最近もうあのニコ生しかやってないのかな。ツイートもたまにしか拝見しないんですけど、うん、ね、私は C さんのイメージは西さんで作られる。西さんはバッチグーって。本当、ご本人からの OK が出ましたよ。こうなるともう会うのが怖いよね、なんかね。ね、どうします。もうなんかすごい、さっきそこに座ってた方みたいな綺麗な方だったら、言葉遣いとかもあのとても丁寧な丁寧な人だったらね、笑っちゃうわよね。ギャップがね。ギャップがね。向井さんの配信を担当されてる方がフェイスブックに書いてらっしゃった。うん、そうなんですね。どうやったら西さんにモノマネされるんだろうって。モノマネされたいですか？されたいかな。大抵みんな嫌がるよね。ジェルキーに乗って C さんに会いに行こうツアー。仙台ね。バキバキお姉さん、すごい今日は面白かったな。バキバキ。俺の中ではもうずっと
それを番組が終わったら言いたくて言いたくて、うん、それで引き止めたかったそうそうそう、それちょっとその話をしてる間だけいてくれたらね陰口にならなかったんだけど、また陰口言っちゃったあ、トレイン君は喜んでましたってモノマネがよかった。町田行ったら即舞浜へ行こう、もう浜に連れてかれますよ舞浜へね、ああそうね、30時間ユーストとかね、そういうのにも来てもらったりね。えさらい何回歌ったんですかね本当牛タン美味しいよね。どうしようか、数字もう一回、あね、ちょっと残念だったんで、さらにそうね、最近やってないわね、うん、もう番号発表しちゃっていい、もうちょっともう一押しぐらいなら。そう、初めてボックスへ行った時サライで迎えられ意味がわからなかったそうだね、なんか来た人みんなをサライで迎えるっていうのをやってた時がありましたね。そうそう、あの貧乏師が来るっていうんで、うん、いよいよ来るっていうんで、そうだサライを歌い始めていたら貧乏師がどっか全然違うところに買い物とか行っちゃってなかなか到着しなかったんですよね。声ガラガラになって最後歌ってそんな話してたらね、一回でいいんじゃないですかってプラレールさんが、あ優しいな、延長戦って延長戦を望む人もいるけど、死って何、死ってカズ君死って何そうかな、もう一回なんかお題があればね、じゃあ西ちゃんにスイッチがついてたらってなんかもうね想像できちゃうかな、想像できちゃうもんね答えが、ね、うーん、やる気スイッチ、そう今日はやる気スイッチというねテーマで、ハオリは何だったんだっけ、やる気スイッチ、おしゃれをするとスイッチが入るっていう、なるほどね、なんかこう切り替え、気持ちの切り替えにもなる、あ女性はそういうことあるだろうね、外に出かけるとか仕事だとか、そうかそうか、もうすっぴんでいるともうなんかダラーンってしまう、そんなひどくない、そんなひどくないけどメイク割とシャキッとフレア香りになるって感じ、そう切り替えね大事よ ね、 なるほどね、あ女性はそういうのあるだろうね、日産のスイッチなんだろうな、そう日産にスイッチついてたらしぼむでしょまず一番にそれイメージしちゃう ね、 だいたいそうだよね、そかあと歌い出すとかね、モノマネしだすとかスイッチ、なんだろう、ん？ボックスの入り口にあるのは何のスイッチ？あ、例として？例として？なんかでも、あのちょっと怖い話、脂肪で囲まれてスイッチがあるとね、おせここにあるのになみたいな届かないよって、おしまあ、家族いってらっしゃい、ありがとうございます、なんですね、じゃあ、うん、ちょっとさ大喜利っぽく、大喜利、うん、首相官邸のデスクについてるスイッチ、はい、押すと何が起こる、首相官邸のデスクについてるスイッチ、そうだ、首相しか
首相がこのデスクに座って、うん、洗ってあげるとスイッチだけの、はい、があって、それをパチッと押すと何が起こるか。さあ何ができるんでしょう、首相スイッチ。ブラックなネタもありの、社会派のネタもありの、うん、この今の時期にこのスイッチをパチッと押すと、うん、あの小沢さんのズボンがバロッと下がる。そんな小さいいたずらかよみたいな。あ、そんなんでいいんですね。しかしみたいな。しかし。えいって。そんなんでいいのか。そんな感じです皆さん。スタート。早い早い早い。じゃあ皆さん数字入れてくださいね。数字入れながらね。サライを歌う。僕と死も無敗になる。どこまで行ったのかな。日本沈没、水槽の交代劇、椅子の脱出ロケットが点火、ああ出前が来る。これ面白いね。椅子の脱出ロケットも消費税が 0.1% が、ボタンで上がるのやだ。ボタンでだんだん2回押すと 0.2 って上がるのがね。これも面白いね。所さんの首相交代、自爆する、公約を忘れる、あこういうのブラックなのいいね。首相官邸爆発、節電のため停電になる、椅子が電気が何のためにこれ自分が自分の椅子でしょ。蕎麦屋が来る。すぐ飛んでくるのもね、周りの椅子が突然没、陥没、奈落へ落ちる、何も変わらない。消費税が上がる、これ出たね。拍手の SE、抜け道の扉が開く、あこれありそうだね、抜け道、うん、なんかあったもんね。逃げちゃうの、プリンス豊臣みたいなのであったもんね。お上手、看板が自民党になる。なこれありそう。塔が分裂する、美肌効果が出る、靴丼が配達される、日産の靴下が下がる、蕎麦屋の出前につながる。やっぱこれ多いな。ね、多いね。さらにどうぞ。上から水が降ってくる、カツラが取れる、デモの誘発、バカドーンのパパが出てくる、野田なのだ野田なのだって言って出てくる、美女軍団が集合する、でっかい日産にトランスポート、デスクの下からすき家の牛丼が出てくる、これ欲しい。宇宙に行く、自爆スイッチ、中国大使館とホットラインがつながって売国、怖、解散のスイッチ、あこれなんかもう最後の最後に、ね、解散みたいなね。解散って感じよね。公約守らないという、だからボタン一個で決まるもんじゃない。公約守らない時の脱出、脱出ね。これ何つったっけ、腰石、腰石幹事長がバニーガールになる。見たくないね。2回押すとリセットされる。エレベーターじゃん。寝る。エレベーターが3階から来る。土壌が電気うなぎに変身する。B ダッシュができる。B ダッシュ。面白いね。尖閣がもらえる、自動的に埋まる。やっぱり埋まっちゃう。やっぱり埋まるな。床屋の椅子に変わる。アテンダントさんが来る。国民の記憶をなくすスイッチ。あこれいいね、ブラックでね。ああこれいいですね。ちょっと怖いね。怖いわ。笑いが起きる。この後に生き入ると笑っちゃうよね、この後に。福山が普通の兄ちゃんになる。嫁が怒鳴り込む、掃除のおばさんが来る。ありそうだね。はーいって言っておばさんにアドレナリンが注射される。霞が関が音を鳴して崩壊する。うん、枝野が来る。寝る、寝る。椅子のエアーが抜ける。マジンガー Z が出てくる。マニフェストが変わる。ボタンがどんどん奥に入っていきそう。上からカナダライが落ちてくる。どうしてもこれしたいんだね。1分前です。床屋さんが来る、タライが落ちてくる、洗面器が落ちてくる、背が伸びる、ボタンさえ言うことを聞かない。ボタンさえ言うことを聞かない。福山雅治のモノマネをしたくなる、サンダーバードが出てくる、自動車が空を飛ぶ、天井が下がってくる、怖いのこれも、社員食堂の電話が鳴る、政権が変わる、土壌が上から降ってくる、小沢さんの奥さんが出てくる、カオリン登場、高校生クイズに回答できる、スイッチャーが動き出す、 A カップのブラ発売禁止になるってどういうことだ、キム・ジョン、キム総書記のホットラインにつながる、候補役が晴れる、カオリンが出席補佐、出走
首相補佐官になっちまう。なっちまう。袋、笑い袋炸裂。タンスが出てくる。3000円札ができる。なんでボタン一つで？言い訳を10秒前。作家が来る。ああ、10センチだけ浮く。トイレの電気が消える。3。首都が町田になる。田中角栄に戻る。終了。終了。舞台が回転する。カオリンがどっかで踊ってる。おっ、びっくりした。はい、終わり。お、耳痛いわ。ごめんごめん。なんだっけ。どこまで行ったっけ。舞台が回転する。カオリンがどっかで踊ってる。カオリンが巨乳になる。これらどうしても貼っついてもらうんだね。だよ。官邸がワンマンコンサート会場に変わる。ある。100年戻る。日本が2階建てになる。どういうことだろう。円が上がる。和牛党が牛耳る。選挙が始まる。いきなり野党になり下がる。スイッチョンと泣き出す。雨が止む。電気がつく。日本から坂道がなくなる。それは消費税が 1% ずつ。これさっき言ったね。たらいが落ちてくる。日産が首相になる。へーとなる。これなんか面白くない。へーとなる。へーボタン。へーボタンだったんだ。へーってなる。何かがなくなる。バブルが来る。トイレの電気がつく。救急車が来る。思い出がよみがえる。ズームインの曲がかかる。ボタン一つでなんとかなるなんて思ってるからダメなんだと私が怒る。バブルに戻る。サンダーバード1号が来る。正直者になってしまう。チェロキーが輸入禁止になる。月のものが来る。小沢が1回転する。裏金の金庫が開く。裏番長の香里さんに電話が通じる。押すと思ったら引くボタンだったの続き読んでもらっていい？すだとだらどこ？あ、1分だけイケメンになる。トイレに行けなくなる。嗜好品がなくなる、うん、潜水艦が空を飛ぶ。あ、終わりましたが西座部30枚ちょっと待ってくださいね。いきます。椅子がむやみに回転する。3分間だけ本当のことしか言えなくなる。レバ差し解禁。猫が落ちてくる。言い訳の選択肢が表示される。ボタンを外れ出てくるんだ。チェロキーの調子が良くなる。化粧禁止になる。カオリンが月に住んでしまう。椅子が2段上がる。コウモリよけの超音波が鳴る。テスト。椅子の背もたれが後ろに倒れる。自分でリクライニングやったやん。時間が止まる。これもでも、ね、ああ、こうなんか止めたくなる時あるでしょう ね。電気が消える。首都がニューヨーク。公約を思い出す。思い出すんだ。ボタン押さなきゃ定期的に押してもらわない。停電になる。追放される。花が咲く。飛行機が地下を走る。ここで終了。肉が出てくる。突然謝る。スクリーンが降りてきて映画が始まる。こういうのもありそうだね普通にね。うん。飛鳥時代に戻る。2541円の効果が作られる。カオリンが立候補する。星雲が流れる。カオリンがびっくりする。さあ、じゃあチェックしますね。スカイタワーの上で傘さしている。お、老若男女みんな80、60、85のスリーサイズになる。指が取れなくなった。金ハミが地上波になる。あいつに人形の糸が切れる。野田とノダル派になると書けばよかったのか。お父さんの昼ご飯が500円に上がる。ボタン、官邸のボタンで上島竜兵に戻るってどういうことでしょう。ちょっとおもろいけど。あ、ムツゴロウさん49倍でうの5分間だけ人間になるって言ったの。さあ、数字のチェックをしてもらいます。いやー、今日はでもみんなたくさんいい答え、面白い答え、ありがとうございます。やっぱ官邸とかこういう風になると一気に広がるね。うん。どうしてもなんかカオリン、日産とかにするとある程度もう答えが毎週物が違うだけで答えの方向、ね、ベクトルが常に一緒みたいな、ね、ことになっちゃうけど、こうするとなんかいろいろ広がりがあって面白いね。うん。シュールなボケに走る人もいたり、やっぱ政治を切る人もいたり。
そういうのは皆さんの個性が出てとっても面白いと思います。数字当てが3分延長になるってどういうこと。そろそろそうですね、オリンピックですね。でも答えはたらいが落ちてくる。鑑定だけで良い仕事してますねとか、あピカリさんあげる鑑定だね、うん、ワリパパさんが西座部に10枚書いときます。おめでとうございます。はい、あの雑誌が上島竜兵に似ていると言われるからね。終了です。昔さ、うん、この間何遍も言ったけど本当に昔の頃に、今度バンヘイレンがまた来日するじゃない、それでいつもさ、今回もなんだっけ、多分ベースが エディ・バンヘイレンの息子さんなのかなっていう話をね、この間してたじゃん、うん、あのちょっと太ったあの息子さんがいかにもなんかお坊ちゃんみたいな感じの、うん、でベースのマイケル・アンソニーって人ってすごい地味なのよ。でドラムのアレックス・バンヘイレンはエディの兄弟、同じバンヘイレンさんで、ほらボーカルはもちろんあのデビッド・リー・ロスとか超派手じゃない、うん、でエディ・バンヘイレンといえばバンヘイレンの看板でしょ。だけどそのベースの割とマイケル・アンソニーって人は割と地味なのね。で一番最初にバンヘイレンが最初のアルバム出した時に、あのマイケル・アンソニーってベーシストはもしかしたらキッスのジーン・シモンズがメイクを落とした状態なんじゃないかっていう噂が広がったの、うん、同一人物なんじゃないかって。だから一番最初のキッスの前座なんかを結構やってて、でファーストアルバムにもジーン・シモンズの名前がちょっとクレジットされてたりしたのよ。それでなんか一時期そんな噂が回ったの。マイケル・アンソニーって人はそれぐらいもともと影の薄い人だったんだけど、今回もせっかくついにオリジナルメンバーで再結成って言ってるのにいないの。いないの。いてほしいんだけどね、かわいそうよね。なんかね、下を見ればわかる。下下こういうふうになるとね、火吹いたりするからね。あ身長全然違う。うん、そう、ジン・シモンズの方がかなり高いと思う。でも当時はそういうしょうもない噂が日本中を走り回ったりしたの。さあ、はい、数字当てはどうだったでしょうか。早速古谷紳士よろしいでしょうか。はい、古谷紳士発表です。あららららら、残念、今回もなしでしたか。なかったです。あ、そう、結構揃いそうじゃなかった、うん、意外とそうでもなかった。あ、そう、いやこの数字は難しいのかな。そう、なんかね、噂によるとあのサミー・ヘイガーとバンドやってるせいでなんか連絡も来なかったみたいな話もあるんですけど、不思議よね。なんかこういう外人さんのなんか喧嘩って、だって俺と同世代の人はね、そのエディ・バンヘイレンとそのデビッド・リーロスっていうそのボーカルのその中の悪さったらもう、お互いになんか多分街でパッと出会ったらうんこ投げ合うんじゃないかっていうぐらい。何それ。あ、ごめんなさいね、お食事時すいません、お食事してた人本当ごめんなさい、すいません。それぐらい本当にもういがみ合ってたのよ。なんか、なんだっけ、
なんかそれこそアルバムのタイトルになんかやつらを食っちまうみたいなのが、それでなんか結構お互いに悪口やって、うん、インタビューでも決着ケトンにやったりなんかしてたのに、まあ、平気で組んだりするんだからね。何が起こるか分かんないの。まるで日本のサラリーマンみたいんでね、なんか不思議な。あ、でもそうよね、日本でも布袋さんっていうのさみたいな、いろんな話。サミー・ヘイガーがボーカルっていうのも最初はピンとこなかったけど、ね、やっぱりバンヘレンのボーカルといえばサミー・ヘイガーっていう人もいるんでしょうね。ピカリンさんありがとうございました。今日はプリプリが M ステに出る日なんだ。おお。さあ数字発表しますか。発表しちゃいますかね。今回の数字は、一応ドラムロールならすか、ドラムロールで発表。104140でした。でした。耳がごめんごめん。140ね、でした。でした。残念ながらやっぱり3が入ってないと当たんないわね、なかなかね。はい、ねえ、3はなかったんですよ。3ないって俺最初に言ったよね、うん、あ、0は打ってた人いたんだね。なんだ体重かってみんな一斉に西さんの体重って違うがな。あ、でも今ちょうど140ぐらいかしら。そういえばゼロが入ると当たりにくいのかね、やっぱりね。さあ、座布団切りのいいところまで行った方はモカタッチさんがフルザブ30枚で、西ザブの方がチタタカ30枚、ゴアリマシさん30枚、ワリパパさん20枚で、お、ナーベさんが60枚で、あとは大丈夫ですか？何笑ってるんですか？結構このシャープハミングっていうハッシュタグってさ、うん、いわゆるその歌のハミングを今しましたみたいなので使う人が結構いるじゃない、はいはいはい、うん、そういう人にさ、平気で貧乏症が絡んでいくのよ、なんかあ、そういうことだったの。全然関係あらへんのだからどんどん絡んでくるよ、なんか、うん、日本語でそれがもうおかしくておかしくてもう本当だ、なんだろうなと思ったらそういうことだったんだ全開で絡んでくるじゃん、なんか、うん、あ、ちとたかさん10じゃなくて40ですね。40ですね。はい、さっきなんかちゃんとじっくりちゃんとは読めなかったんだけど、うん、なんか貧乏師匠がね、なんかね、英語でなんか書いてる人のに向かって、うん、あはははははみたいなのを書いたら、それを不思議に思った外人さんがもう一回レスしてきて大丈夫ですか、まだやってるけど140人それでその外人さんが、え、なんだろう、私になんかこのおかしな貧乏臭いやつが話しかけてるわって思うから、うん、何かしらってこう返事をしたすると、うん、もう貧乏臭は構ってあげない全然勝ってよね本当に何かと思うよね。ひどいもんですよね面白い、うん、ちょっとそういう面白い投げっぱなしってやつ、ね、投げっぱなしだいぶでも時間が時間だからかな、ハミングのツイートが増えてきましたね。そうだね、だいぶ増えてきましたね君はスルーやった選んでるんですかそこからおかしい
ね、貧乏師匠に怖いものはないって感じですね。でも久しぶりですよね。ね、お久しぶりな感じで。やめなさいって話しかけてくるでしょ、そういうこと書いてるから話しかけないでちゃんと返事するんならいいけれどしかとするじゃない、投げっぱなしなのね向こうにしてみればこの人がなんか私に言ってると思うから、うんうん、話しかけてるのに完全しかとすんだよそれね、3週ぶりぐらいですかね。ブロックされるんやじゃあ当たり前やしょうがないあと皆さん、あのその他方いらっしゃいませんか。数字が揃った方いらっしゃったら10枚単位で、ね、10枚単位で揃った方いたら申告してくださいませ。10達成20達成など教えてください。だいたいみんなチェック済み、はい、大丈夫そうですか ね今回は結構揃った方もいらっしゃったようなのでまた英語もハローややめなさいってカッコ英語って誰にカッコ日本語でカッコ英語ってやってわかるかあーマイペースですねみんなね本当にねと思えば四文字熟語があってなんだか知らないけどやっぱり貧乏師匠がツイートに現れると、うん、タイムラインがなんとなくみんなボケ始めるのかな、なんかおかしい、ね、影響されちゃうんですかね。そう、そういうふうに君はなんでしろ君はさあ、はい、こんなところでどうでしょうね。ありがとうございました皆さん今日も、ね、残念ながら数字は揃いませんでしたけれども、うん、だいぶフルザブ獲得された方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。次ボケに突っ込まないと誰か突っ込まんかいって言い出すし、ね、叱られるしね。もうめんどくさい人なんですよ大変なんですから。 ある意味貧乏さんがこうボケスイッチに、みんなのボケスイッチになってるわけです。そういうことでしょうね、ボケスイッチなんでしょうね師匠、ね、もお久しぶりに本当にありがとうございました。タイムラインのみんなも堪能したと思います、はい、さあそれじゃあ、今週はこんなところで、はい、告知関係は何かございますか。とりあえずはない。まあ、今夜柴田裕樹のミュージックボックス、ね、普通やってはいはい来週今度の月曜日は収録はないですね。19日の木曜日だね収録が。16日ってお休みなの？うん、開いちゃったの。お休みだけど店も開いちゃったんだね。キャンセルになっちゃった。キャンセルになっちゃったんだ。きついな今の時期にキャンセルがな。そーっとキャンセル料とかくれないかな。くれないでしょうねそーっとってどういうことや。じゃあ、そうね、16がお休みで、まっぺんはね、いつ来るかまだ決まってないんですけど近々来てくれるそうなので。そうそう、あのね、まっぺんから久しぶりです金曜日また行ってもいいですかっていうメールが来たから、あいいよじゃあ待ってるって言って、それを代わりに金曜まっぺんが来るって言って、でじゃあ6時頃のいつもの出演かねみたいな話してて、でカオリンが今日のゲストにマッペが来ますって書いたら、マッペから慌ててメールが来て、あそのうち金曜日に行こうに行っていいですかっていう意味だったんですけど今週とかじゃなかったんですねそう、今週の金曜日で今日ライブなんですみたいなあわあわメールが届いて
あ、そうだったんだ。ちょっとまあまあ、あの近々、はい、忙しそうだからね。そうだね、空いてる日があるのか。でも遊びに来てくれるって言ってるので、ね、近いうちに実現するかと思います。お待ちくださいませ。さあ、そんなところでしょうね。言ったらね、月曜日はボックスで飲み会、みんなで飲み会でもやって、なんかうのする大貧民もできるよ今なら。私最近大貧民凝っちゃってね。大富豪ね。あのアプリですけど、 iPhone のだ、二ケチの大富豪飯アプリから始まっちゃってね、うん、大変なハマりようなんですけど。そうね、なんか16日にちょっとお金稼げるようなことができればいいんだけどあ、でももう13だもんね。もうすぐですね。まあ、あれですね、また火曜日の西ラジですかね。はい、今度西ラジは、ミニストップ、ミニストップとカルメン、カルメン、私の名前はカルメンです、ね、その2曲の、替え歌とそういうことになっている、うん、復活させる日なので、そうです。よろしかったらぜひ。はい、宇野卓球、大貧民、だるまさん、サライのフルコースで急に。でも今からいたってね、なかなか来れる人ね、都合が。また改めてちゃんと日にちを前もって決めてやりましょうね。そうね、今だからこの場で来れるっていう人が8人いたらやる8人いたら、うん、行きますっていう人が8人になったらやる。え、ごめん、皆さん次第ってこと、うん、1000円ワンドリンク付きやで。そうするとそうすると最低8000円になるから8000円でどうするの、何、ザカさん行けるかな。モニドルフィオさん行けなくはないけど微妙なヘノヘノさん、何曜日、月曜日か、祝日、16日の祝日ね、7月16日、ちょうどね、お店が、イベントが入る予定がキャンセルになっちゃったんですね。うん、なもんだから、まるまる空きになっちゃって、お休みなのに。したたかさんは、飛行機代とか宿泊代、そりゃ、ちょっと ね、そうだ、世の中3連休、そうなんですよ、私も忘れてたけど3連休なんだね。 そうか、それでちょっと高速に混み始めのね。もう下りが混んでたわけじゃないんだけどな、今のとこ。じゃあ2人あと6人残念ながら2人しかいないという、はい、またの機会にしましょうよ、ちょっと急ですからね。新曲の発表を期待していますってザカさんに言ってる。ザカさんが新曲を出すの、なんかなんだろうね。へのへのさんもいけなくはないかも。3人になったけどそうだから、収録、ミュージックボックスの収録がね、今度木曜日です。そう、19日ミュージコさんの回だけなんだけど1本、うん、ね、はい、ちょっといつもと曜日が違うのでね。だからこの日は祝日だから、ミュージックボックスの収録を外したんですよね、うん、イベントが入ることが多いので。そしたらそこに入ってたイベントがキャンセルになっちゃったっていう、この打撃。打撃
はい、いいんじゃないですか、そろそろ諦めてそうね、で3人にしかならなかったということで、やる気スイッチ早めに入れてたんで月曜は OK だけどってどういうことと、まあそんなわけで大変、はい、またきっと来月8月にはね一回できるといいなと思うんだけど、8月はでも日曜も空いてないんだっけ、日曜日は空いてませんね、土曜日が空いてる日はあるけど、土曜日だとクラブあるからね、そうそうそう、うん、9時で完全撤収になっちゃうから、なっちゃうからね、まあそういうわけで、はい、また追って、またやるときにはお知らせします、やりますわ今日もじゃあ最後はまた夜間飛行を上げて、その後に星を流して、はい、いつものお別れしようかと、あ、フィリップル先生またこちらにいらっしゃるんですね、17、19、17、19ね、じゃあ17、19の間に何か、8月そんな長いのはできる 日はないんですよね、うん、全然何十時間とかはちょっと無理ですね、日曜日はもう全部入っちゃってるのでイベントが、うん、そうするとね難しいのよね、まあでも何かしらね、また皆さんとお会いできるような機会は、とりあえず7月の末にJAXAで、あ、そうですね、FM 相模の公開生放送が、そう28日には、うん、8月19日はお店は開いていないので何もできないかなと思います、そうね、うん、17日にハミング見学させてって、あ、全然構いませんと思いますよ、うん、じゃあその日は僕も和牛命 T シャツ、あ、揃いますか2人で和牛、香里も和牛命 T シャツ、それはちょっとそれはちょっと NG なんで、 NG なんだどういうことやね、なんか夏とりあえずその7月の28、ね、うん、JAXA の、放送が終わるのが3時ぐらいなんだっけ、そうですで4時半までやってるんだよね会場がね、はい、そこの間でちょっと誕生日だったんですね、じゃあね、あ、そうですか、19日曜日だもんね、うん、イベント入っちゃってるもんね、はい、それじゃあまたそういう見学コースとかどうなってるかな、結構あるよね見れるところね、広いみたいなんで中は結構、僕も今回初めてなんですよ JAXA の中入るのは、その隣の博物館みたいなねところは行ったりしたんですけど、すごい楽しみにしてるんです、一回でも行ってみるといいと思いますよ、いろんな人もゲストが豊富に来てくれるそうなのでね、はい、お話もいろいろ楽しいと思います、ぜひお話を聞きつつ、はい、会場に遊びに来られる方はぜひ遊びに来ていただきたいと思います、はい、というわけで今週はこの辺りでお別れしようと思います、はい、最後は冬や香りの夜間飛行を聞きながらお別れしましょう、雨ずいぶんね降ってるところとか風が強いところとかいろいろで、まだこちらの方でもそんな降ってないでしょ、雨今はまだですけど、遅く夜遅くにちょっと強い雨が降るって、ね、関東がそのぐらいってことは今関西地方が雨なのかな、うーんね、皆さん昨日なんかすごい風強かったですね、うん、結構大雨の被害とかも出てますから ね気をつけてください、ね、お天気には十分気をつけて、また来週元気でお会いしましょう、おまでの相手は古谷香織と西健二でしたそれではおやすみなさい、さよなら、ありがとうございました。